こんにちは、高島塾代表の高島です。今回のレッスンはカットマンのミドル処理の仕方です。ミドルのコースに打たれますとカットマンはどうしてもこうウィークポイントになってミドルのカットが非常に難しいです。試合でよく見られるミドルのカットは体の正面でボールを捉えるという人が多いんですが、実際にミドルのフットワークの仕方があります。それを紹介したいと思います。でまずフォアハンドでミドルの処理をするときはボールの中心に来たとき、平行足で構えたときにまず第一歩は左足から左に動かします。素早く右足を後ろに引きます。体のサイドでカットをします。戻ります。バックの中心に来たときは右足をサイドに動かして左足を素早く後ろに引いてカットします。必ず体の中心でカットをしないでサイドに動かします。このステップを早くやります。ステップを早くやります。ステップを早くやります。ステップを早くやりますというやり方です。これがミドルのフットワークのスイングの仕方です。でもう一つミドルの処理はステップをする時間がない場合があります。でこの時は体の中心で取るんですが、だいたいバックハンドカットっていうのはカットマンの場合はコートの6割以上はバックハンドカットでやるわけですね。4割または3割をフォアハンドでやるということですので、体が詰まった時にはフォアハンドでミドルの処理をしないでバックのカットで処理をします。ポイントは自分のおへそを切るような感じであります。ラケットを前に振ったんではカットができませんので、ジャンプしながら上から下ろしたり、あるいはしゃがんだり、それからサイドに曲げたりというふうなミドルのカットの仕方がありますが、これは実戦でどうしてもタイミングが合わない、急に打たれた時にフットワークができないという時のやり方です。この2通りを紹介したいと思います。それでは実際にフォアハンドのミドルカットの処理、フットワークですね。まず構えて左足右足、左足右足というふうに動いてみます。
次はバックハンドミドルです。右足を1、左足を2、体を開きます、戻ります、開きます、いうふうにバックハンドカットです。次は、ミドルハンドカット、フットワークを使わないで、体の正面、ボディーワークだけでですね、できるだけバックハンドカットで、ラケットの抜き方です。横に引いたり、あるいは沈み込んだり、伸び上がったり、というふうなミドルハンドカットです。この場合は、急に、打たれて、ミドルの処理をするという時に使うミドルハンドカットです。主に体の中心のボールはバックハンドのカットです。この方がスイングは抜けます。スイングは抜けていきますので、ミドルのカットはやりやすくなります。高い場合は上体を起こして伸び上がって上から切ります。体の近い時はラケットをサイドに脱ぎます。低い時は沈み込みます。ラケットは体の前でカットする分だけスイングを前に振らないようにダウンスイングです。というふうに、ミドルのカットは正面を向いたまま体のボディーワークを使ってバックハンドでカットです。急に打たれた時などを使います。通常はフォアのミドルの場合はステップをしてボールを体のサイドに回してやる、それが正確なミドルのカットとなります。この両方を使えるように、練習してみてください。